プラセンタ、あるいはプラセンタエキスや、胎盤抽出物や胎盤症は、胎盤から抽出した成分。日本の処方箋医薬品としての注射剤の商品には、高年期障害、乳汁分泌障害の適用がある、メルスモンと肝機能の改善のラエンネックがあり、プラセンタ製品最古の栄養剤ビタ X など、傾向の一般医薬品や健康食品も流通している。 化粧品では、日本の医薬部外品の美白有効成分として使われている。原料となる人の胎盤。母体中の胎盤の図。紫川射。人胎盤は乾燥させて、生薬として用いられる。各種プラセント製品の原料としては、人体胎盤と家畜の胎盤が使用される。東洋では、人の胎盤は、生薬として紫川射と呼ばれ。 他の故障として一法、法医、絵な、腹法、腹頃も、人腹、河こと、法や、軽河社、恩川社、森川川、白川律、総川律、千人医、混沌頃も、根源母、逃げかさ、千絵ながある。中国では、中華人民共和国薬店に一部に収載され、医薬品の扱いである。人対判として、中国、香港、 台湾で購入した10個を分析した調査では、うち5個が本物とされたが、残り5つは、人 DNA などが検出されず偽物とされた。また、本物とされた5つのうち1個は、澱粉が混入されていたので、要求水準を満たさない品質であった。動物の DNA は10個すべてから検出されなかった。日本では、人の胎盤は、産婦人科で、 出産時に排出されたものが冷凍保存され定期的に業者が回収している。病院側もどういった用途に使用されるのか把握しておらず、妊婦にも使用の承諾を取っていないケースが多い。行政も病院で廃棄された胎盤の取り扱いについて曖昧な表現している。例えば厚生省は胎盤は医療廃棄物として出されば廃棄物であるが回収して 有効利用する場合は廃棄物には該当しない、している。また、手術で摘出された臓器などと同様に人体の一部のため、その取り扱いには人道上の配慮が必要と釘を刺している。妊産婦の了解のないまま胎盤を再利用し、商品を製造することに懸念を示す意見もある。1990年代にヒトプラセンタエキスを製造。 卸し販売していたメグロ研究所によれば、当時の製造工程で、5 0 0グのムのタイバから2 6リットルの胎盤エキスが抽出された。日本で1990年代には高級化粧品や、育毛剤、滋養競争ドリンク剤に人体版エキスも使われていた。日本では2003年の法改正により、人組織由来の製品を使用した場合に記録保管の必要が生じ、 診療を伴う医薬品以外では、家畜の胎盤が使われるようになった。蛍光医薬品のビタ X でも過去に、人胎盤抽出物を使用していたが、法改正を機に自主回収され、2019年にはビタ X は豚胎盤を使っているとされる。当初人胎盤から発見され、人胎盤からも抽出できる DNA 断片である。 ポリデオキシリボヌクレオチドには組織修復作用があり、魚類から抽出したものがイタリアや韓国で総称治療のための医薬品となっている。原料の人体盤の抗酸化物質としてトリプトファンが確認できた。牛、豚、羊、馬などの家畜の体盤が使用され、日本では豚と馬の体盤が主に使われる。食用の豚の体盤は流通が安定しているが、 食用の頭数が少ない羊や馬の胎盤は流通が安定せず高額である。日本ではかつて牛の胎盤も使われていたが、牛海面上の王将が確認されたことから安全性が疑問視され、その後は牛以外の家畜の胎盤を使用している。羊も牛と同じ半数動物であることより BSE のリスクが懸念されている。豚については、 国産 SPF 豚だけを原料に用いた製品も販売されている。胎盤の原料となる家畜は馬の方がいい、豚の方がいい、などと宣伝されていることがあるが根拠は示されていない。冷凍乾燥された豚胎盤と熱乾燥された豚胎盤を比較した調査では、冷凍乾燥の豚胎盤から主要な性ホルモンのエストラジオールやプロゲステロンとテストステロンを検出し、 抗生物質の暖流はなく、熱乾燥よりも栄養に優れているとされた。殺菌、加熱処理をされていない家畜プラセンタ成分が、加熱処理済みの製品より有効性に勝るとして、販売されることがあるが、日本健康、栄養食品協会が定めた、プラセンタエキス及び、プラセンタエキス純末の基準を満たさず、安全上の問題がある。対版は、クレオパトラやヤギ マリー・アントワネットが美容目的で使用したとか、始皇帝が不老不死を求めて使ったとも言われるが、真偽は定かではない。紫側社について、文献上確認できるものは、東大の本蔵周囲や秋代の薬学書、本蔵項目で言及されているのが初で、朝鮮半島では古く、東伊方館にも記載があり、こうした遺書は、江戸時代の日本にも影響を持った。 近世では、旧ソ連のオデッサ大学教授で、眼科医であった VP フィラトフが、埋没療法として、1920から1930年頃に、疾病の治癒に胎板を使うと高い治療効果を発揮すると提唱している。また、同じ旧ソ連の病理学者のエイディス・プランスキーも、神経病理学という著書で胎板の持つ治療効果について研究している。 1960年代以降、ソ連での研究は途絶えた。日本では、京大医学部の三林隆吉が、1943年に国家命令で高度栄養剤を開発し、1945年には、この人体版を使った栄養剤について海軍が、武田薬品工業に製造を依頼したところで、終戦が訪れ製造を中止したが、これは1955年には、 蛍光の栄養剤ビタ X として発売され、一般医薬品となった。1956年には注射薬のメルスモン、1959年にラエンネックの承認を得た。三輪とは別に、秋田大学所大学長の久島克次は、埋没療法を研究し1977年にスノーデン株式会社を設立、胎盤を原料として配合した、医薬品から化粧品。 健康食品を製造している。スノーデンも、また、1982年に、一般医薬品としてのプラセントップを発売する。日本台湾臨床研究会、大韓台湾臨床研究会では、研究が続いてきた。ラエンネックメルスモン2019年現在、日本で認可された、注射薬としては、メルスモンとラエンネックがある。原料の人の盤から製造され、の黄色。 透明である。適応症はそれぞれ以下である。メルスモンの原料には、最大及び葉膜は含まれず、ラエンネックには含まれている。メルスモンとラエンネックは、原料として、人の胎盤が使用されともに、提携先の日本の病院から感染症がないと、判断された母体の胎盤が提供され、原料として使用されている。メルスモンは、1956年に販売開始され、 1959年に薬価収裁されている。販売はメルスモン製薬株式会社。日本、韓国、ロシアで使用されている。1日1回2リリトルを毎日、または確実に皮下注射して使用する。1981年に高年期障害と乳汁分泌障害で共に偽薬と比較して有効性が確認されている。マウスでの動物実験では、 抗疲労作用、総症治療促進作用なども確認されている。製造工程に関して、提供者の日本国外渡航歴などの問診のほかに、血清学的検査によって、ウイルス、細菌の感染症スクリーニング検査を実施し、さらに、HBVDNA HC、HCVRNA、HIV-1RNA について、拡散増幅検査等を実施して、 問題なかった胎盤を使用する。塩酸化水分解放によって、摂氏101度以上、1時間以上の塩酸化熱処理、および摂氏121度、60分間の高圧蒸気滅菌を実施され、ウイルス等の不活性化処理が行われている。抽出後のプラセンタエキスの総窒素濃度は 0.08WV%。メルスモンの人胎盤由来成分として、リジン。 アラニン、アスパラギン酸などの低分子アミノ酸が主とした多種の成分を含有するが有効成分とされる成分は特定されていない。タイ由来のホルモンやタンパク質は製造工程で分解され含有されない。ラエンネックは1974年に販売開始され、同年薬化収裁されている。日本生物製剤が製造販売。韓国ではグリーンクロス社が製造。 ラエンネックは1日2から3回を非下注射で投与することができる。124例を対象としたクロスオーバーによる二重盲検試験では、ラエンネックの投与により、血清トランスアミナーゼチが優位に改善することが確認されている1984年に薬効再確認済み。実験用ラットでの動物実験では、肝細性促進作用、肝障害抑制作用、 高油肝作用、感染以下抑制作用が観察されている。抽出方法は分子分割法。抽出後のプラセンタエキスの相実素濃度は 0.8WV%。含有するプラセンタ成分は低分子中分子高分子の成分。ペプシン乳糖を製造工程で使用する。アレルギー体質の患者へは慎重投与となっている。 併用禁忌薬は特に挙げられていない。副作用として最も多いものは、注射部位の発積、頭痛で、投与例の3.7から7.1%に観察される。保管、悪心、発熱などが0.1から5%未満の頻度で見られる。日本で過去に承認されていた注射剤として一家があったが、すべて製造中止となっている。 1980年代に効能を表示するための最新査が求められていた日本国外の製品メルスモンとラインネック以外の輸入を含むプラセンタ製剤も使用されているが、それらの製造や流通についての詳細は分かっていないことが多い。美容外科、形成外科、歯科でも使用されることがある。適応症がない場合には自由診療となり、 注射会の費用はおよそ1000円から2000円となり、美容目的の保険適用を持つ注射剤はないので、ラエンネックでもメルスモンでもそれほど違いはないという意見もある。歯科ではサプリメントを選択するかでも分かれる。高年期障害については、日本産婦人科学会が国内外の試験を探索し、上記の有効とされたランダム化比較試験1件のみを発見し、 他の人体盤抽出物では有効とされる RCT が2件あり、標準の治療であるホルモン補充療法の代用とはならないとした。その2件の RCT は84人の韓国人女性でのランダム化比較試験では日本製のラインネックを使い8週間後、平景気評価尺度や疲労重症度は疑悪よりも減少し、17β エストラジオール濃度は増加した。 もう一件のランダム化比較試験も韓国で実施され、人体番エキスを使い高年期症状の108人の女性で4週後に、疑惑よりも高年期症状の点数が低かった。78名でのランダム化比較試験では、韓国製のラインネックを使い慢性、疲労症候群を改善した。ガンの化学療法による高高年膜炎の治療では2001年の ランダム化比較試験があり、120人で人体盤エキスを使い、放射線粘膜炎がグレード3にまで進行したのは、規約で86.7%、体盤注射で40%であった。高校癌の同様の症状に対し、同じ注射剤は対象群により有効であった。骨盤内炎症性疾患では、人体盤エキスの注射を追加し、比較した。 アジスロマイシンのみの場合よりも、疼痛を減少した。ラインネックを皮膚の総部に局所注射すると、創傷治癒が促進された2例が、症例報告されている。海外では、一体盤由来のエキスを使った外溶剤が製造されている。6週間以上の創傷の治療を受けている100人で、ランダム化比較試験を行い、皮膚が上皮化したのは、 ヒトタバンエキスのジェルで50%以上の人、対象群で23.3%であった。同様の対象100人で、クリームとジェルを比較して有効性は同等だが、クリームの方が痛みや不快感が少なかった。79人でのランダム化比較試験では、下下手術部位に塗布し、1週間後にヒトタバンエキスでは15%、ポビドン用ドでは38.46%に、 傷の効果が見られ、疼痛と副作用には違いはなかった。10人でのランダム化比較試験では、高校粘膜下繊維症の手術石灰部分に用い、ヒトタイバンエキスのジェルでは対象群より優れていた。ヒトタイバンエキスのジェルはバイオフィルムの形成を強く阻害した。日本でも過去にはヒトタイバン由来のエキスを使った外溶剤が使われていた。 インタセリンパスターは歯肉に塗布して、歯周病の治療に使われており、抗炎症作用のある具やズレンも含有した。PLP 難膏は、通度の熱症に対して、24名での二重毛検試験において、改善著名が偽薬に比較して優位に多かった。CLR、カート社製の牛体板を用いた難膏を、皮膚炎や皮膚の乾燥の問題に用いた例もある。 1980年以前に日本の医薬部外品のプラセンタエキスに日焼けによるシミそばかすを防ぐという効能表示が行われていたが人での臨床試験を行ったものかは定かではない。医薬部外品の美白有効成分として使われているが試験管研究ではメラニンを除去するまたはメラニン合成を増加させるという両方の結果がある。効能の承認を得ている原料では メラニンの生成を抑え、シミそばかすを防ぐを強調表示することができる。医薬部外品ではない単なる化粧品成分としても使われる。2016年の21人での冒険化のないランダム化比較試験では、キメ、毛穴、発積部分において改善効果を認める報告もあり、皮膚炎症の改善効果やメラニンの生成抑制効果、 ターンオーバーの促進効果の可能性があることが示唆されている。こうした試験は行われてきたが、十分には検証されていないため、新規構の取得のための、講師は製品評価ガイドラインに従って15名での豚胎板エキスを塗布する試験を実施し、シワが減少し、角質水分量も増加しており、小じわの改善が確認できたとした。非加熱の生プラセンタ液を塗布し、 塗布しなかった群と比較して4週後にシワは優位に減少した。以前からスーパーオーキサイドを低減し、シワの原因となるコラーゲン分子の光老化化強形成を抑制する効果もあり有望な高老化素材とする報告もあった。漢方薬としては、前立名乗りは1670年にガガのシャミ薬の調剤販売を中屋、福久屋、宮竹屋に許可したが、 この中屋の初代の彦コザ門が根源炭を作り、明治に入っても人気は衰えなかったが、根源とは対版のことである。他説では、彦コザ門のこの彦コ米が1579年に家電の根源炭を製造し、商売を始めたという。中国では、紫川社を配合した紫川社大蔵丸は医薬品の扱いである。丸は 山芋、紫側舎を原料としている。プラセンタの医薬品として、最古のビタ X が代表的な内服薬で、第二類医薬品として、需要競争の効能のある製品がいくつか存在する。1950年代よりヒトタを配合した、いくつかの大衆薬が市販されていた。日本では自由診療において、傾向のヒトタエキスを使うこともある。国立健康。 栄養研究所による2017年7月20日の調査では、俗に、高年期障害に良い、冷え性に良い、貧血に良い、美容に良い、競争、強制に良いなど言われているが、有効性について一件も文献を発見できず、十分なデータが見当たらない。有効とされる成分も明確になっておらず、仮にあったとしても、経口摂取では、ペプチドホルモン、酵素、成長因子、 サイト会員は消化管で分解されてしまうとした。日本産婦人科学会の調査では2017年のガイドライン作成のためにいくつかの研究を発見している。標準のホルモン補充療法を望まない女性は多い。豚の胎盤抽出物のサプリメントを使った76名での冒険化のないランダム化比較試験は肝員以年期指数や鬱病。 不安の指数を減少させ、疲労感や関節痛を緩和している。66名の同様の試験条件で、高年期女性の肩こりも減少した。豚体板エキスは、8週間で男女の高年期障害の血液マーカーを改善した。以上3研究を発見し、ガイドラインでは、総論として、標準的なホルモン補充療法の代用とならないとしている。 50名でのランダム化比較試験では、ホルモンバランスを改善することなく、SMI 指数を改善した。豚胎盤エキスは、8週間で男性の性機能、障害、肝機能の血液マーカーを改善した。疲労倦怠感、肩こり、目の疲れ、食欲不振など、疲労症状の60人を対象として、人胎盤では有効以上が51.6%。 比較されたビタミン B1 では27.6%であった。20名での RCT、馬胎盤含有サプリの内服によって4週で、偽薬より、倦怠感が優位に低下した。2014年、ブタ胎盤サプリメントで猛け化のない、ランダム化比較試験を行い比較対象よりシワの幅が減少した。2017年11月に出版された論文では10名が、 豚プラセンタを内服し、毛穴の縮小について顕著とし、水分量や色素沈着は減少傾向にあったが判断できず、今後の試験が必要だとされた。豚胎板エキスを12周服用し、装置で測定したシワと皮脂の量が内服しなかったものに比較して優位に減少した。色素沈着は、疑悪ともに増加し豚胎板エキスでは増加抑制の傾向しかなく、 シワでは優位に予防した。治療ガイドラインだけでは解決しにくい。刺繍治療中の不定収穫を訴える29名で、抗炎剤無給重と比較して、豚タタバ板エキスは、口の粘り、噛み合わせの痛み、歯肉出血について優位に改善させ、歯肉の創化予感についてはどちらでも改善した。試験管内の研究で、豚体板エキスは、 人は肉性イメ細胞の I 型コラーゲン酸性量に影響を及ぼすことが知られている。プラセンタ関連の健康食品で薬剤性肝炎、薬剤性肺炎、接触皮膚炎や全身性反状況皮しを起こすなどの健康被害、一例も報告されている。プラセンタエキスを含む健康食品により、成人型アトピー性皮膚炎が悪化したケースもある。注意喚起として、 アリストロキア酸、エフェドリン、バイアグラ類児の勃起不全治療薬などが混合された製品が報告されている。日本国内でも基準値を超える安息鉱酸が含有されていることが発覚して自主回収となった製品がある。また、販売方法についても特定商取引法に違反して効能効果を偽って販売する業者もあり、経済産業局によって 取り締まりを受けるケースが出ている。健康食品では、魚の卵巣膜の抽出成分を含む商品を海洋性プラセンタ、マリンプラセンタと称したり、植物の腹座の抽出成分を混合した商品を植物性プラセンタと称することもあるが、哺乳類の胎盤を原料としたものではない。化粧品でも同様に植物由来のバラプラセンタと称する。 植物性の原料が使われるなど、こうした成分はプラセンタ様の原料とも呼ばれる。ありがとうございます。